はい、ってことで、どうも、トゥイです。ちょっと工事の音がしますが、元気よく行きますよ。ってことで、前回の動画をね、見てくださった方はわかると思うんですけども、トゥイ、今から半年ぶりに、髪の毛をカットしていきます。ウォトゥイウィーってことで、現在は、東京、原宿に来ております。はい、今からね、いつも行ってる美容院で、髪の毛を切ってもらいます。行ってきます。では、どんな髪型にするかは、お楽しみに、カットカット。いや、さあ、秋坊です。前のおなじみ。で、美容院の前に着いたんですけども、ちょっと喉乾いたんで、いつものあれ買いに行こう。行こう。なんかこれ新鮮じゃない？これ新鮮だよね。いいね。おいいね。いやー、まさかのね、前来たばっかなのに。こんな早いスパンで。本当によ。2、3週間ぶりなんですよ。いやー、ってことでね、髪切ることになったのよ。うんね。ちょろっと LINE では伝えたけどさ、切るんだね。そうと、まあ、切っていいことになったんで。いいことになった。はい。どうしよう。一瞬これ持ってもらってもいい？あ、いいよ。これはね、ご馳走させていただきますよ。え、待って。準備中なんだけど。俺らのいつものエナジーが準備中になってるわ。これだけ。どうしよう。何する？何がいい？何する？何でもいいよ。何でもいいな。でこれさあ、令和5年の新500円玉使えるかな。あ、使えない、多分。マジかよ。何にしよう。シシレモン。シシレモンだね。シシレモン、シシレモン2本いこう。どうぞ。おはようございます。おはようございます。よし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 、乾杯。乾杯。シシレモン久しぶりだな。いや、なかなか飲まんくない、ね、俺もめっちゃ久々。いいね、今日すごいいい天気だよ。めっちゃいい天気。カット日和じゃないこれ。カット日和だよね。ねえ、カット日和だ。ああ、ちょっとじゃあまたいつものベンチで喋るかね。うん、まあ、まず乾杯しますか。乾杯。よし、お疲れ。はい。うまいね。うまいわ。高校の時の味ですよ。うん。確かに青春の味だね。めっちゃ飲んだもん、ここに。これとカルピスソーダ。うん。苦行つってね、なんか一気飲みするのがおもろかったよね。ね。意味わかんない。意味わかんない。何が面白いのか。何がおもろいかわかんないよね。ね。振り返ると。ね。これ一気飲みで。そう、大爆笑してたよね、俺は。無限に笑ってたもん、それ。全然面白いけどね。ただ飲んでるだけだもんね。懐かしい。ってことでよ。うん。がっつり、え、どうしよう。だから俺ね、今2個タクがあって、うん、1個がこのまあ長さを生かして、うん、まあ、量とかはついてもいいんだけど、ロン毛パーマ、うんうん、まあ、前回のこちゃんでもね、そうね、パーマにしようみたいな風に終わってるから、うんうん、ロン毛パーマでいくか、うん、もうやっぱせっかくね、半年ぶりに切れるってことで、もうがっつり切る、がっつり切るかの方がまあ変化はすごい見えるじゃん。そうね、俺もそれどっちかだな。そう、どっちが、マジでどっちがいい。やばい。どっちにしようかね。どっちもいいんだよね。どっちもいいね。でもだから、うん、俺は6-4で、うん、俺の内心はロン毛がいいの。あ、ロン毛パーマがこの長さまでさ、するのも大変だったから。そうね。あ、絶対かっこいいの。そう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 。ただ YouTuber のトゥイをガンガン出すなら、うん、変化見せたみたいな。ガッツリガッツリ変化するのも、そうなんだよね。そう、半年ぶりだからみんなもすごい短いのを見たいと思うんだよ。反発を待ってた人も。そうね。え、それもやっぱどっちもいいと思うんでしょ。そう、俺もね、どっちかだなっていう感じはある。そうそうだよね。そう、長さ残してあロン毛でパーマーするのもいいし、もうバッサリ切った方がまあ動画映えますよね。するよな、わかる。動画映えとか動画映えやっぱ考えちゃうからね。やっぱビフォーアフターの変化があった方がおもろいもんね、うんうん、さあ果たしてトゥイは半年ぶりのカットでどんな髪型、そしてどんな髪色になるのかお楽しみに。はい、ということでシャンプーが終わりました。見てください、この髪の長さ。改めて見るとキショイね。やばいね。うーん、キショイは言い過ぎじゃない。長いね。長いね。こんなにあったんだ。ね、すごい、こんな髪見ましたよ、秋穂さん。ね、切っちゃうか。じゃあちょっとカットいいですか。切っちゃうか。お願いします。切っちゃいましょうか。うわ、どうする。一投目大事だよね。マジで大事。じゃあ前髪いっちゃいますよ。お願いします。あ、半年ぶりのカット、やばい。いっちゃいます。お願いします。あ、はい。
ザクザク聞こえる。何か降ってきました。これは僕の毛ですか？あ、なんかやばい、半年ぶりのカット音だ。やばいね、感動する。カット音やばい、カット音やばい。あ、めっちゃいってる。この音好き。いい音でしょ。いい音、いい音でしょ。これ本当皆さんすごいですよ、すごいところですよこれ。半年ぶりのカットですから。女性とかだとさ、うん、そう、半年ぶりとかって結構いるの？え、全然いる、全然いる。やっぱ女性は長いってのか、うん、髪の毛。そう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 。でも男の子だとあんまいないっしょ。あんまいないね。レアだよね、半年ぶりとかはね。ちょっとだって吸いたり整えるもんね、うん、普通の人は。そう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 。全く切んないわな。ないよな。あんまないもんね。やばい、マジでやばい、ワクワクする。もう短くない？もう短いっしょ、だいぶ。あっつーだ、さっきここまであったよね。うん、あったあった。ありがとうございます、ありがとうございます。やべ、感動。マジでどうなんだろう。すごい楽しみ。いいね、うん。いやもう、重いね。あー、そうだよね。重いね。毛量化けだよね、さすがに。やばいね、重すぎて。うん、ハサミ負けそうだもん。ハサミ負ける、すごいわ。ハサミが向けそう。大丈夫ですかね。しぶとかったか。うわ、てかマジやばいね。え、ちょっともうすごいわ。もう気持ちいいでしょ。気持ちいい。なんか今だタラちゃんみたいだもんな。これは半年ぶりに2ブロックとか入るんですかね、うん、そうね。嬉しい。この横がさ、ないだけでもすっきりするよね。うん、あっちここがね、うん、いない方が。そこね、ここね、うん。今ならこのチャンネルを登録した人に抽選で1名様この髪の毛あげます。あ、1名なんだ。1名ケチだね。こんだけあってね。まず欲しい人いるんかっていうね。確かに。じゃあ行っちゃいます。やばい、バリカンだ。ああ、うわうわうわ、マジマジだよこれ、現実。うん、すげえ。俺結構冗談の時で2回ぐらい夢で見たの、もう髪を切ってんの。あ、そうなの。この期間中に髪を切ってる夢を見たよ。もうこれが今現実になってるわ。まさ夢だね。うん、相当毛が邪魔だったんだろうな。髪を切ってる夢ってすごい珍しい。見ないよね、見ないよ、普通。絶対見ない。美容院は確かに見ないよな。うん、もう今だって蜂が飛んでんじゃないかって思うもん。バリカンだもんねこれ。そうだよ。うえうえやっべえ。なくなったっしょ。なくなったわ、気持ちいい。もう耳が、耳周りがね、うん、楽になったっしょ。これすごいよ、うん、もういいんじゃない？もう、もういいよこれ。マジか、めっちゃ前髪短いよ。こんにちは、皆さん、こんにちは。視界良好だよね。うん、視界良好。チョコ切るだけでもだいぶ軽いっすよ。マジで軽い。本当にちょっと言っていい？うん、マジで視界が一気に開けたじゃん。うん、明後日まで見える。明後日まで見える。明後日の何が起きるかまでもう見えるわ。すげえよ。めっちゃいいじゃん。みんな切った方がいいね。みんな切った方がいい、マジで。長い人はね。あ、明後日まで見えるから。明後日見える。これ明後日ね。うん。晴れだね。晴れか。適当だ。適当すぎたな。ひどかったよ、これ。こっからは何でしょうか。ここから襟足を切っていく。いや、やばい。襟足とか、はっちゃめちゃ長かったからね。ね。ただでさえこの縛り始める前、うん、長かったもん。そうね。結構伸ばしてたからね。そう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 。襟足大好きマンだから。トレードマークの。いや、そうよ。襟足さん、お、いっちゃうのかな？短く。はい。行ってきます。うぅ！いやー。マジでさ、うん、ドライヤー二刀流だったのよ。あ、時間かかるからそうだよね。いや、女の子すごいわ。時間かかるもん、ね、かかる。
もう忙しい時とか寝坊した時はもう地獄よ。うんうんうん。マジで長い。うん、すごいドライヤー長いの。うん。あれ結構ストレスだったな。そうだよね。だってもう秋葉なんてもう今秒でしょ、ドライヤー。俺しないね。しない。もうタオルドライか。そう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 。タオルだけでいける。いや、なっけえ。そんだけ短いのはマジ小結構幼稚園生とか3歳ぐらいの時以来ないよ俺、うんうん、希望の長さは今めっちゃ短いもんね。めっちゃ短いね。もう多分年末とかは坊主にすると思う。マジ気合の坊主。気合なのかな。めんどくさいから。おお、すげえ。結構坊主にするもんね。うん、そう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 。すごい。え、希望の坊ってさ、お願いします。うん、坊主から来てる。そうだよ。そうだよね。そうそうそう。それってあの髪の毛の坊主。そう、髪の毛の坊主。マジで。そう。ガチやん。そう。てっきり俺あの坊主ってあのツイッターの選手権開いてる人かと思ったんだけど。ああ、じゃないじゃない。そっちじゃないのか。そう。シンプルに坊主から。坊主が好きってこと？ん？坊主が好きなの？いや、なんか坊主にしてて。ああ、当時ね。そう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 。ああ、それで言われた。じゃあこれ仮にだけどさ。うん、ソノがウルフだったら秋ウルフになってる可能性もあったってこと。もしかしてそういうこと。秋ウルフ。いや、もうそれ語呂悪すぎでしょ。同じ3文字なのにすごい語呂悪いもん。ね。あ、でも秋坊主。同じ3文字でもないか。うん、今実は3文字か。全然違う。うん、秋坊確かにいいもんな。うん、秋ウルフはひどいわ。いじめられてるもんな。ほら、名字がソロだじゃん。うん、それ出していいんだっけ。あ、全然出してない。そう、ソロだけどさ、で、まあ俺とかいつもソロって呼ぶんだけど、うん、なんか他にさ、今まであったの、ニックネームみたいな。いや、別に基本、なんて呼ばれてた、うん、ソロだ、ソノとか、うん、とかとか、まあ今、アキボーみたいな。そう、普通にシンプルにアキヤとか。はいはいはい、下の名前でね、うん、いや、アキボーが一番しっくりくるわ。確かにね。ね、なんか呼びやすいもんね、みんなもね。そう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 。呼びやすいし、うん、覚えやすいし。確かに。そう。やっぱ呼びやすさと覚えやすさ大事だよね。うん、結構だから俺もトゥイは忘れられにくいよね。うん、そうね。言いやすいし。言いやすい。ちっちゃい子も言える。トゥイトゥイ。そう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 。アキボウアキボウ。アキウルフはちっちゃい子言えないわ。うん、ウルフは、ね。ウルフはちょっとむずいわ。ね、うん。むずいね。いや、すごいな。アキボー結構計算されてるわ。うん、計算されてるの。すごい語呂いいわ。なんか、考えたことなかったけど。うん、前さ、うん、おすすめしてたさ、うん、ネットフリックスにある、うん、なんだっけ、あの、車のやつ。車のやつ？あの、イニシャル D じゃない。ああ、MF ゴーストか。MF ゴースト3話ぐらいまで見た。3話ぐらいまで。バカおもろいわ。あれやばい。やべえ。あれもう結構さ、うん、1話って、しょうもないっていうかなんかさ、あんま惹かれない時の方が多いじゃん。最初の1話ってむずいから。そうね。いきなり惹かれたわ。おもろかったもん。おもろいよね。1話でおもろいってすごいわ。あれやっぱね、その、イニシャル D のね、うん、なんか血を引き継いでるよね。うん、めっちゃおもろいね、あれ。やっぱイニシャル D が面白いもんね。ああ、そう。でさ、たださ、どうせ車のレースだけでしょって思う人も多いと思うんだけど、うん、マジおもろいんだよね。おもろいね。うん。マジで面白い。しかも主人公がさ、あれハーフなの、イギリス人、ね、そう、イケメンなんだよ。イケメンなのずるいよね。イケメンすぎるよね。いや、あれめっちゃ良かった。歌ももちろんいいし。うん、そう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 。 MF ゴーストはね、あの勧められた日の夜に見たもん。あ、そうなんだ。とりあえず寝るまで見ようって。とりあえずね、3話まで見て速攻で見たんだ。速攻、まあ、ここからはまあネタバレになっちゃうけど、あの俺が見たのはあの、うん、ギリランキング31位かな、あの、うんうん、なんかそんぐらいまで、ギリギリ1回目負けるみたいな、うんうんうん、上に上がれないみたいな、うんうんうん、そう、そこまで見た。めっちゃおもろかったわ。そう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 、ガンガン、あれしょ、予選、ね、予選、そう、こいつコース覚えてるぞみたいな天才だったんだよね。そう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 、あれマジいいよね。あれよかった、テンション上がるわ。うん、面白いよな。うん、すごいね、ほんとにね。あれ考えた人も天才だろうな。天才だって結構マジでさ、大体、うん、食わず嫌いっていうか見ない人とかさ、うん、ただ車のレースでしょみたいな、うんうん、でイメージがやっぱ強いけど、うん、なんか惹かれるんだよ。惹かれるね。うん、内容がで、なんかさ、
たまにその恋愛みたいな要素も入ってきてるじゃん。入ってる。あれはすごい、やっぱなんか最後。なんかいいよね。なんかいい。時代に合わせるか分かんないけど、他の要素も、車だけじゃないっていう。ね、なんかあれもなんか捨てがたい。そう、意外とちょっと青春な感じの。そう。青春してんだよね。ねえ。あれね。あれは恋のね、ブレーキも止まんないよっつってね、ほんとに。何言ってんだか。いや、おもろかったわ。え、なんか最近さ、うん、MF 香水が見てる？なんだっけな。あ、でも、あれ、勧められて、うん、早々の。あ、フリーレン。フリーレン。はいはいはい。あの、エルフ。うん。そう。あれもちょっと見たよ。おもろい。あれ面白かった。やっぱ重いんだ、うん。あれも勧める人多いよね。うん、そう。俺、あれなのよ、今。進撃の巨人見始めて。あー、はい。あの、もう、2日間で、ネットフリックスでアニメ、ファイナルシーズンまで行きました。あ、いや。もうやばい。え、最初から見始めて。1話から見始めた。やば。はい。1話から見て、50何話、3話ぐらいまで、アニメで。はい、いや。30分53回。もちろん、あの、等倍、1倍速で、ちゃんと速度も変えずに、え、その見てる？あれ全部見たよ。あれ、いやだから俺完結したから見ようと思って。終えるじゃん、アニメで。そうだね。めっちゃおもろい。面白いよね。マジでおもろい。やばい。あれ、進撃の巨人とかはなんかむしろなんか一気見した方が面白い。あ、そう。多分それマジである。俺グダっちゃうし、あと人多いからさ、そう忘れちゃうんだよ、シーズン開くと。そう。一気見だとなんか感動するしな。あれね、一気見の方が面白い説ある。おもろい。うん、で、あのさ、タララタラタラララって、あの主題歌、はいはい。あれ、進撃だったんだっていう衝撃。あれ知らなかった。そう、なんかネタ曲なのかなみたいな。なんかさ、いろいろ TikTok とか SNS とかでさ、聞くから。進撃のオープニングだったんだ。逆にね、今になって。衝撃だったわ。新生かまってちゃん、歌い、めっちゃ歌ってるもんな。天才だったわ。そう。すごい。いろんな衝撃、予想外な。これ、進撃やのっていう。で、俺が今見てるところはまたネタバレになっちゃうんですけども、海まで行った。海だみたいな。海だ。ボールマリアだっけ、奪還した。で、すごいね。あの、アルミンが巨人になった。アルミンとあの、エルミン団長をどっちか救うみたいな。エルミン団長もかっこよかったな。そうだよね。どっちかを救うみたいな。そう。だけどね。で、リヴァイが、まあ、アルミンに注射打って、そう。っていうとこまで来ました。はい。おもろいです。いいとこだね。いいとこだよね。めっちゃおもろいわ、進撃。俺もあれもさ、ただ巨人がなんか人食うだけだろうと思ってたの。最初結構マジでトラウマレベルで怖いよね。衝撃、あの有名なね、お母さんのシーン。そう。マジ普通に怖いよな。怖い、って。あの、やばいんだよね、顔が巨人の、ニヤーっと笑う時の。そう。わかる。マジやばいよね。やばい。トラウマだよね、あれは。あれはもう巨人、俺だって、その、一気見してるとさ、やっぱそのアニメ、に入った、あの、自分もその世界にいる感じになっちゃって、駆逐してやるって最近よく言っちゃうもん。よく言っちゃう。なんか例えば、すごい道が混んでたりしてたら、前の車駆逐してやるみたいな。てか見て。ええてかめっちゃ消えないじゃん。めっちゃ消えなくない？めっちゃ消えないやん。俺いつも目つぶっちゃうからさ、癖で。待って、めっちゃ消えない。やばい。ちょっと今、木村カエラみたいじゃない？ちょっと、めっちゃ消えない。行くよって。いつの間にか。いつこれどうなっちゃうの？ちょっと今、本当、ね、ガッパじゃないけど、可愛い感じだね。長さだけとりあえず切ったから。こっからね、まだ形作っていく。ちょっとあれみたい。え、ブルーロックのあの、あいつみたいじゃない？なんだっけ？いたね。いた、あの、ドリブルやるやつ？いや、違う、あの、メガネのさ、あの、教官みたいな、全員を集めてさ、あ、そっち。そう。こんな感じだったっけ？これメガネしてたら、あいつもおかっぱ頭じゃん。あ、そうだっけ？あ、そうだ、あの、メガネのさ、お前らを集めたゴミどもみたいな。そうだ。あいつにもちょっと、ゼロではないけど、20% ぐらいだけ似てる。20%。ほんとかすかに。ブルーロックなんか映画が決まったよね。あ、そうなんだ。昨日ぐらいに告知が出て。あの、ナギっているじゃん。うん。わかる？わかるよ。あいつをフォーカスした。あいつが主人公。ああ、はい。あいつの今までの過去とか、に迫ったブルーロックの映画は。なるほどね。なるらしい。へぇ、なんでもアニメすごいね、映画。そうだよね、人気だもんね。まあ、確かに。あれはもう、美女がいいもんね。そう。わかるわ。すげえキャラ立ちしてる。そう。あれうまいよね。個性あって、そう。
面白い。おもろいわ。ブルーロックも確かにサッカー漫画、うん、スポーツ漫画もいいよね。うん。最近あんまなかったもんな。そうね。新しく。やっぱもうなんかスポーツ漫画って言ったらもうスラムダンクみたいなイメージがあったから。強い。そう。あれが野球はメジャーみたいなね。そうそうそう。あの辺が強すぎたんだよね。強いな。でも野球のさ、メジャーもさ、うん、スラムダンクのバスケも、なんか、うん、技名とかがね、ガチじゃん。うん、そうね。稲妻イレブンとかと違って、うん、クロコのバスケとかと違ってさ。そうね。あのガチな感じもいいよね。うん、そうそうそう。でも技があるクロコのバスケ系もおもろいけど。いや、そうね。あれ分かれるじゃん。うん、分かれるね。ちゃんとしたバスケとかスポーツの方がいいっていう人もいるし。うん。でも稲妻イレブンってすごくない？神だよね。大好き。マジで。稲妻ってなんか神漫画であれ超次元すぎるんだけど、いやそうなんかすげえ似てる、イナズマイレブンマジで世代だもん。うん、あれめっちゃぶっ飛んでるっちゃぶっ飛んでるけど、ぶっ飛んでる。だってさ、宇宙とかからシュート打つんだよ、ねえ、宇宙まで飛んでってねえ、ファイアートルネードとか、ね、炎とか出てるもんね。よくボールとゴール燃えないなっつって ねそう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 。いや、イナズマイレブン歌もいいし ねベリーズ工房でもめっちゃ人気だもんね、やっぱね。人気、吹雪しろ、うん、俺もやっぱめっちゃ好きだし。いや俺も好き。ね。ど世代じゃん俺ら。そうね。だから風邪ひいて学校休む時とかさ、うん、だけど家であの DS で稲妻イレブン2とかできるからすごいちょっと嬉しかったもん。そうそうそう、やってたやってた。やってたよね。稲妻イレブン神だもんな。え、誰が一番好き？もし一人あげるなら今。アンケートで。稲妻イレブン。キャラクター誰か一人、あきぼうさんのおすすめ教えてください。もうおすすめ一番好きなキャラは。うん。でも俺ね、なんか意外だけど、あれなんだよね。壁山？いや、なんだっけ。影山ってあれだよね、人そう、ザ・ゴールド。あ、壁山の方か。そう。影山ってさ、なんか。影山やばい。あれだよね、メガネ。あるやつ。あれ悪い音だね。あれはやばいよ。あいつやばい。あれはやばいよ。あいつひどいよな。うん、あれじ、あ、でも、あれだよ、鬼道が好き。ああ鬼道いいね。そうそうそう。あれ、かっこいいよね。そう、なんでかっていうと、あの、うん、技がめっちゃ好き。あの、皇帝ペンギン。ペンギン2号。うん、そう、あれが一番好きだよ、俺。あれ、かっこいい。技が、そう。で、あの、皇帝ペンギン1号ってあるじゃん。そう、あるあるある。あの、うわーみたいな。俺、あれ、小学生の時よくやってたよ。皇帝ペンギン皇帝ペンギン、うわーっつってめちゃくちゃ痛がるの。ねえ、あれ、あれ一番好きなんだよね。わかる。ねえ、ペンギン飛んでくやつ、ね。かわいいよね。そうそうそう、強いんだよ。エイリア学園じゃなくて帝国学園ね。そう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 。めっちゃ強いよね。絶賛。うん。そう。あの、帝国学園のさ、キラースライドって技は、あるね。ジャッジする。うん、あの、ファール技。ね、あれガチおるよね。あれやばいよね。やばい。あれアウトでしょ、もう。クソファール技。ゲームで使うとほとんどファールになるんだよ。ね、ほとんどファールだよね。俺、稲妻イレブン、誰だろうなぁ。テルミ？テルミ？テルミ？誰だっけ、それ。アフロテルミだっけ。あ、アフロディ？アフロディ、アフロディってだっけ。うん。なんだっけ。え、ゴッドノーズの。ゴッドノーズ。はいはい、アフロディだ。あれでもビジュアルいいよね。いい、アフロディかっこいいよね、あのロン毛でね。ね。あの、ちょっと秋坊さん、うん、今からアフロディの髪型っていけますか？いや、絶対無理だ。流さ足りなきゃ。ああ、終わった。俺のアフロディチャレンジが終わったわ。最悪。長いもんね。長い、めっちゃ長い。稲妻イレブンね、むずいわ。何が好き？誰だろう。染岡ではない。染岡じゃないんだ。うん。ドラゴン、ドラゴンなんだ。なんかドラゴンクラッシャーみたいなね。ドラゴンクラッシャーね。一番好きなのは、うん。やばい、マジで悩んでる。そんな考えることではないのにな。あれはあの、なんだっけ、無限座反応。あ、立ち向かい。俺、あいつ嫌いなんだよ、なやなやしすぎて。遠藤さん、遠藤さん。あいつさ、なんかめめしいんだよな。誰かな、一番好きなのは。あ、でも俺、あの、小暮ってわかる？小暮？旋風神っていう、あの、エイリア学園の時に出てきた、チビのセンターバックで、うんうんうん、なんかお寺で修行してたんだけどっていう。あー、なんかちっちゃい、あの、結構反抗意地、うん、あの、なんかね、悪ガキ、うんうんうん、とか。はいはい。あ、あと俺あいつ好き、津波。津波ね。津波ブーストあのサーバー、うん、あのなんかノリがいいね、明るい感じが、うんうん、津波いたらなんかいい。津波いいね。いいキャラ、あれは。あれもいいし、うん、
あれもビジュもいいもん、ね、ビジュもいいね、ビジュもいい、あのチャラさがいいね、あれは。そう、ピンクの感じで、そう。今お腹鳴ったでしょ。ん、お腹鳴った。いや、鳴ってない。気のせいか。うん、失礼しました。え、お昼食べた。食べてない。あ、忙しかった。そうね。いや、それはちょっと忙しなくありがとうございます。最近ね、なんか食べないね。あら、大丈夫。え、なんかね、お腹空かないんだよね、仕事してると。あ、まあ、そんだけ集中してるってことだよね。そうはい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 。まあまあまあ、ほんと食べれたらいいけどね、ちょっとでも何かしら、うん、そうね。うん、カリカリ梅ぐらい。あら、食べたり。いいね。足がつんなそうだね、うん、梅干し取ってたら。あ、そうなんだ。そう、なんか釣り帽子でいいらしい、梅干しとか。あ、梅干しとか、うん、あのクエン酸とか酸っぱいのとかさ、はいはい、スポーツやるとき、はいはい、なるほどね。でも結構俺はさ、飯が楽しみだから、なんかうまい飯食いたけってなっちゃうんだよね。確かに、なんか飯好きな人多いもんね。あ、飯食うのすごい楽しみにしてる。そう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 、だからなんかご飯めんどくさいときとかはコンビニでちょっと贅沢なスイーツ買ったりとか、300円台とかの、はいはいはい、パパッと甘いの食べたりね。なんかしら取れるといいけど、うん、忙しくて食えない時もあるよね。ね、そうだよね。てか俺は最近さ、うん、インフルの注射打ったんよ。ああ、はいはい、予防接種。予防接種、はい、めっちゃ痛いね、あれ。そうなんだ。やばかったよ、えぐい痛い。でもさ、流行ってるじゃん、うん、あ、そうね。もう冬でインフルとか、ね、俺打ったことないんだよね。最強やんけ。そう、なったこともないし。あ、すごいわ、インフル。すごいわ。そう、それマジですごいわ。そう打ったこともなったこともないから。はい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 。どんな感じなのかちょっと分かんないね。てか注射嫌なんだよね、すげえ苦手。苦、分かる、うん、たまにさ、注射打つシーンを見る、ずっと凝視、うん、ガン見する人とかもいるじゃん。あ、そうなんだ。そう、俺すごいよね、俺怖くて絶対そんな人いるの。そう、違う方向見る。なんかこう打ってるところを真顔で見てる人とかもいっぱいいるらしくて。へ、えー、よく見れるなっていう。俺注射打ってなんか記憶あったことないんだけど、いつも気失っちゃう。え、マジ。注射打って、俺の仲いい人でもいるわ。あ、そうなの。なんか気絶しちゃうんだよね、注射打つと。ああ、なんか痙攣みたいな。え、なんか意識飛ぶ、普通に。あ、痛いからだ多分。一瞬の痛みじゃない。ね、なのかな。あ、え、いるよね、そういう人。そう、何なんだろうね、すごいね、苦手なんだよね。もしこの動画見てる人でそういう現象とか症状とか詳しい人いたら教えてください。確かに確かに。あ、いるよ、俺友達でもいるもん。あ、そうなんだ。なんかその人はその注射とか、うん、なんか痛みが伴った時に痙攣起こしちゃうみたいな。へえ、怖いよね。別にね、でも俺タトゥーガンガン入れてんじゃん。あ、でもなんか注射はダメなんだよね。あ、なんかだから引き金のね、あるんだろうね、トリガーが。注射はダメみたいな。そう、タトゥーの針はいいけどみたいな。そう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 、マジ。そうだから注射するときはなんか点滴とかね、ああいうのやるときとかは、うん、どうするの、言うの、事前に。そう言って、あのなんかベッドとかに寝転がって、うん、注射する。へえ、でもそれ以外では倒れないんでしょ。そう、どうしても必要なときはもう、はいはいはい、そうして。はいはいはい、なんかさ、転換ってあるじゃん、知ってる。うん、分かる分かる。それまでとは違うのかね。とは違うんじゃない。分かんないよね。転換はね、なんかあれは何なんだ。なんだろうね、俺もよく分かんないけど。はいはいはい、あれはだって発作起きちゃうみたいなやつだよね。そう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 。でもあれは痛みに限らずだもんね、多分。多分そうだと思うね。そう、分かる。俺の友達も痛みだけなの、あのトリガーが。ああ、普通の日常は問題なくて、うん、不意な痛みとか、うん、起きたらなんか気づいたらもう気を失って、うん、痙攣してるみたいなね。はいはいはい。てかめっちゃいいな、髪。おい。めっちゃいい感じになってる。ちょっとなんか見てください、 お兄さん。やばいな。なんか若くね。若いよ。めっちゃ明るくなってる。若っ、うん、ガチ若いの。もうね、うん、量もさ、一切取ってなかったから。これはちょっと感動しちゃうわ。すごいよね。やばい、超軽くなってきて。えぐっ。これもだから結構なるべく話してるとこは使いつつの、髪の毛の変化もあんまり早送りガッと見せずにじっくり見せたいから、このカットしてる時とかはね、ほぼ使います。これもう結構長い動画になります。でもいいじゃん、そういう時があっても。これはしっかり見てほしい。確かに確かに。
ここがね一番難所だからね。いやこれちょっとさ見てよね、お話聞きつつ見て、このザクザク音でちょっと気持ちよくなってください皆さん。ああいい元からね量も多いからね。いやそうこれ切り応えあるんじゃない？あるね。今んとこハサミ負けてないね。負けてないね。ああよかったよかったよかった。うわすげえ。ちょっと。久々になんかこの自分の顔を見たっていうか、うん、いや息もあのしっかりもうおでこ出してさ、うん、顔毎日見てたけど、そうね、前髪下ろしの自分の顔を見れるのがなかなかもう、うん、ないよね。そう髪流してても前髪目にかかるから、うん、そうね。あらこんにちは。最高かやん。いいじゃん。ありがとうね本当に。いやいや本当にこんなに髪の毛って生えてくるんだ。うん、そうそれもまたすごい感動ですよ、うん、めっちゃいい。やべえ、なんかちょっと韓流みたいだもんね。そうね、このまま終わったら。ちょっと待ってて。はい、いってらっしゃいませ。おかえり。うん、お願いします。長さがうん意外といい感じか。おっ、オッケー。いや、どうなっちゃうんでしょう。てかさ、待って、俺今気づいたんだけどさ、うん、あのオープニングらへんでさ、髪の毛長くするけどどうするけねみたいな悩んでたじゃん、うん、これなんかね、長いってことは分かんないよ。あの長くないんだって分かるね。ね、もう分かる。まあ、まあ、でもいいじゃんね、うん、たまにはね。そう、たまにはそういうちょっと早めにネタバレみたいな。もうかっこよくなることは間違いないんだから。そうね、皆さん、こっからさらにどう変化するのかお楽しみください。たまにはね。たまにはね、テヘペロだねこれ、うん。でもやっぱ喋ってるところもさ、木っていうところなんて一番使いたいじゃん、今回は。特にね、ね、ここが一番ね、一番そう見どころだもんね、うん、すっごはい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 。うわワクワクワク。でもカットが完全に終わるまでは見せない、さすがにね、うん、もうちょい見せたら、うん、もう一気にカット変わりますから。うん、いやでももうこんだけで今うぎゃーですから、うん、さあどうなっちゃうのかな皆さん。プッパ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 ッ。では新しい、まだみんなは分かんないと思うので。あ、まだ見えない。そうです、まだ見えない。新しい髪色髪型公表まで3、2、1、プーン、きたー。すげえな、やばくねこれ。めっちゃいい感じだよね。いい、これパーマですよね。そう、パーマとで色は暗く、はい、グレージュ、グレージュのさ、濃いやつで。ちょっと目に一回りちっちゃくなったんじゃない、顔が。一回り、もうね、二回り、ね、めちゃめちゃちっちゃくなったね。うわいい感じ、いい感じ。これが人生初パーマですよ、トゥイ。なんかありますか今回のポイントというか。ポイントはでもまあここじゃない、耳見えるように。はいはいはい、ね、もうここがねもうとにかく長かったもんね。いや、すっきりしちゃったよ。そう、襟足も行きましたと。そう、短くしてパーマーかけましたと。はい、そうわー、いいよね。マジでいい。そうもうね、なんかセット楽なように。そう、パーマも作ってるから。でもだからもう言っちゃえばヘアオイルと、そうたまにグリスとか、そうガーって乾かすだけで、ガーっとね、これ決まるよみたいな。うわー、でちょっとサイドを押さえつつみたいな。そうドライヤーの時にめっちゃいい。ありがとう。めっちゃいいよね。もう真っ暗ですから今夜。気づいたらもうね暗いんですよ。はい、夜ってことでね、すごい長時間の、うん、ありがとうね、本当に長かったですけどね。髪もだって頑張った。カット時間も普段の人よりめっちゃ時間かかったでしょ。半年目に来たからね。ありがとうね。え、半年じゃん。そうだよ。なんですか。ちょっとね、うん、プレゼントがあるんだよ。ちょっと待って。半年だからね。そんなもん、この髪型でプレゼントなってんのよ。そうでしょ。俺目つぶっとくよ。目つぶっといて。あ、なんですか。半年だからね。半年頑張った。はい。お疲れ様です。っていうので、プレゼントがあります。いいですか、目開けても。どうぞ。やばい。やばい。ちょっとこれ待って。ハーレー。そう。
ハーレーの。ハーレーのキャップやん。ね、うわぁ、ありがとう。ちょっと出していい？いいよ。かっこいい。かっこいいよね。ここにもさ。うん。ほんとほんと。すごい。後ろにもハーレーの、しっかり入ってる。使いやすいね、しかも。これかわいいよね。そう。うわぁ、いいよね。なんかさ、結構ソノってめっちゃ持ってるイメージがある。そう、めっちゃ持ってる。服も、キャップも。そう。やっば。今日はトゥイにもらったやつ、これ。そう、これ、くっそかわいいよね。これいい。いや、お互いじゃプレゼントし合った。え、これ今かぶんない方がいいか。ちょっとでもいいよね。この、これつけてるのはちょっと今度のお楽しみでね。今一番髪すごい仕上がった状態だから。え、ありがとう。いえいえ。マジで嬉しい。ね、キャップかぶってもいいように、襟足もね、残してあるから。そうだね。ちょっとあるからね。そうそうそう。うわぁ、それも計算されてる。天才なんだね。もちろんもちろん。本当にありがとう。本当にマジでありがとう。ちょっと。今度はマジでご飯食べに行こう。あ、そうね、次ご飯だね。ちょっともう次ご飯食べに行こうね。ご飯行こう。ちょっとゆっくり、まあ忘年会とか新年会どっちか、どっちかね、どっちかで起きてるか。そう、マジでありがとう。ちょっとマジでこの髪型ね、いけてると思ったらチャンネル登録と高評価お願いします。本当にね。あと、まあ今日もぜひね、インスタ載っけてるんでチェックしてください。めっちゃいいね、漏れてるね。やばいね、漏れてるね。ノーマルでこれがすごい。ビデオカメラすごいね。いいね。髪切っただけで100億倍良くなったんじゃないですか。めっちゃいい。清潔感も出て。そう。最高、ありがとう。これちょっともう眺めちゃうね。うん。すごいわ。マジでいいか。マジでいい。ありがとう。バイバイ、終わります。ありがとうね。今何か言おうとしてた。じゃあ。じゃあ、じゃあって。ああ、じゃあねって感じ。よかったよかった。じゃあね。じゃあね。